はいどうもロロミヤです。今回はランクマッチでゲンジを使ってきたので久々にゲンジの解説をしようかなと思います。内容としては立ち回りの解説や試合の流れを説明していこうかなと思っております。よければ最後までご視聴お願いいたします。では本編どうぞ。まず開幕ね、こちらのアナがナイススリープダーツを決めてレッキングボールを倒すことに成功し人数差を生むことができました。こういう状況でこっちのチームがやることとしては無理をせずゆっくり戦うことです。なので風系とかで突撃することはなく遠くからね自分は手裏剣を投げていました。なぜゆっくり戦うかなんですけども、6対5という人数有利がある以上何もせず普通に戦っていればこっちのチームが勝てるからです。ただ全員がポイントに固まって相手にエリアを明け渡してしまうと相手がこのようにまた入ってきた時に先頭に負けてしまいます。なのでワンピックを取った時は必ずねキルを狙うんではなくて相手をね追い返す、まあ、エリアを取り返すような意識で、まあ、無理せず戦うのがベストです。各ロールのやるべきこととしてはタンクやフランカーは前線を上げて、ヒットスキャンやサポートは次また相手がポイントに入ってくるかもしれないのでその時のためにしっかりね高台とか強ポジを抑えて待ち構える、迎え撃つ準備をしておく必要があります。まあ、こういうポイントを抑える系のモードではそれらを意識したらね勝率が上がるかなと思います。やめてーやめてーやめてー。まあここで龍剣上がってるんで龍剣使うんですけども、まあ龍剣使う時のコツとしては基本的にまあ戦闘の開幕に使うのはあんまり強くないです。まあ、戦闘が多くて相手がある程度スキルを使ってからまあやっぱ龍剣は使った方が成功率が上がるので、なので基本的にはまあカウンター的な相手の攻撃を一回いなしてから使う龍剣が一番ね成功率高いかなと思います。まあ、それが奇襲的な感じで使うかですね。うわ急に龍剣来たみたいな感じで使うのは結構強いですね。そしてこの場面で後ろにレッキングボールが入ってしまっていたので、まあ、そのままレッキングボールを無視してしまうと挟まれた状況で次の戦闘が起きてしまうので、まあ、ここはね一度まあレッキングボールを相手にして、まあ、自分とレッキングボールで1対1をしている間に、まあ、正面5対5で勝ってくれればいいかなと思って、まあ、レッキングボールの相手をしに行ってました。ですがもしこういう場面の時に、まあ、自分がアルティメットスキルを持っていたら、まあ、正面にいた方がいいかなと思います。それ熱すぎる、死ぬ、ナイスー、でかすぎ。で戦闘が終わったらねすぐにね次の拠点の高台、まあ、強ポジを取りに行きましょう。でこの時間はね何をする時間かと言いますと、まあ、戦闘が起きる前にしっかりね、まあ、強いポジションを取っておこうという時間帯です。いざ戦闘が始まって、まあ、相手に強いポジション全部取られてたらさすがにね戦闘に負けてしまうので、まあ、そうならないように、まあ、今ね高台を奪い合ってる状況ですね。トンブラかこっち。そしてここでナノブースト上がったのを確認して味方のウィンストンも飛んでくれたのでここでね龍剣を抜きに行きました。これもね、まあ、味方によって変わってしまうんですけども龍剣で戦闘を起こしたわけではなくウィンストンのジャンプで戦闘が起きました。味方のウィンストンが飛んでくれたことによって相手のねアナがスリープダーツとかを使ってくれてたのでかなりね龍剣が刺しやすい環境になってました。待ってモンキーは最悪これ死ぬかも。ありがてー、まずい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 、危ねえ、ここで死ぬわけね、マジいかない。そしてここも同じですね、一回戦闘が終わったので次の戦闘が始まる前にしっかりエリア取りを行い相手がね行動できるエリアを狭めていっています。ちょっとうますぎ、モンキャ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 、あごめんソリ、いやーごめんだなそれ、俺が死ぬこれ、それは違うマジで、神お前が神マジで、お前が優勝すぎ、それお前が優勝すぎる、言葉はいらねえなもう。ということで後半戦スタートです。一応ねマクリに変更してしまったんですけども1デスした後にねゲンジに戻します。でなんでマクリに変更したか一応ね理由だけ解説しようかなと思います。先ほどね自分たちが攻めてる時に相手がレッキングボールウィンストンとかなりねダイブに寄せてる構成でした。まあこちらが穴ぶりということもあって味方にさらにねソンブラも出たのでじゃあ一回受けようかなということでね僕はマクリをピックしました。そしてデスした後に、まあ、ゲンジにピックを変えた理由としては相手がシグマホックマクリアッシュと結構ポーク寄りの構成だったのでまあねしかもこっちもウィンストンザリアソンブラとダイブもできる構成だったのでまあゲンジにしてダイブ構成で倒そうかなという考えでゲンジをピックしました。
え、なんで引っ張られるの穴が。意味わからん。穴が犠牲になっちまった。ごめん、なんか穴。なんか味方強っ。なんか勝ってるんだけど。え、なんで、ん、え、負けウェブじゃないの今の。今の負けウェブじゃないの。なんで、なんで勝ってんのこれ。マジで意味わからん。え、なんで勝ってる。いや、やばいなそれ。もうなんか、そしてここからは第一の戦闘でこちらが敗れてしまったので、相手からエリアを取り返していくというのがこちらのやるべきことです。なのでまずは右のマクリを追い返したんですけど、左のアッシュも暴れてると。でこういうのを無視して正面で当たってしまうと、普通に裏取りとか挟まれて戦闘に負けてしまうので、必ずね追い返すという手順を踏みましょう。これが本当にいい例で、早く当たろうと正面が当たってしまうと、シンプルに挟まれてただただ試合に負けてしまう、まあ戦闘に負けてしまうので、必ずねゆっくりでいいので追い返すという手順を踏みましょう。本当にまずい、本当にまずい。うわ、倒してないのか今の。そしてここはあと 20% でウルトが上がるので、まあ、変に攻めたりせずに、まあ、相手をいなして、まあ、アルティメットゲージを貯めていくという時間です。なんかウィダーいるし、そしてまあウルトが上がったので、アナの位置を確認してナノゲンジやるんですけども、やっぱり初動で入ってしまうとこんな感じで失敗する確率結構高くなってしまうので、まあこれは結構悪い例ですね。まあ特に相手の位置も分かってない段階飛んでしまったので、これはちょっと反省すべき点かなと思います。でここはまあ一応ね、覇王色の覇気使ってロードホックを落として、まあマクリをカットしてっていう流れですね。何事、なんかホグ嘘やろ。ホグ嘘やん今のは。何事あれ、なんかホグ、あれこれサージ次打ち、サージ打つから前目でちょっと陣取っとこうか。交際使ったしね、風切れられるようにしとこう。あって感じやん。まあ、ザリアが先落ちしてしまったので、まあ、敵に当たられないように、なおかつ時間を稼げるようにある程度ね正面に残ってまあ戻ると。とりあえずここの場面では絶対に死んではいけなくて、ここで死んでしまうと、まあね、一度も戦闘を起こさずにどんどんワンピックを取られて突破されてしまうっていうのよくあるので、必ずね、まあ、死なないように絶対に引きましょう。そしてここでウィドウがねマクリをワンピックしてくれたので、こちらが有利に変わって、まあ、詰めていくという感じですね。でこっちチームザリアが死んでて、相手のチームマクリが落ちていて、なんで5対5なのに有利なのかって言いますと、こっちの方がリスが近いプラス先に落ちてるので、ザリアの方が復帰がね全然早いんですよね。なので戦闘仕掛けたら戦闘中にこっちのザリアは帰ってくるけど、相手のマクリは帰ってこれないって感じなので、こっちのが有利です。そしてここはね龍剣上がっていたんですけど、ナノブーストが上がっていなかったので、とりあえずゆっくり戦ってナノブーストを上げようかなと思って、まあ、ゆっくり戦っています。ですが何もしないで待っていると、相手がねどんどんエリアを広げていってしまうので、こういうね上に来たエリアを取りに来たレッキングボールを必ず追い返すようにしています。ここあんまりナノゲンジで突っ込みたくなかったんですけども、相手があまりにもね前線を上げているため、相手の前線を下げさせる、まあ、こっちの前線を上げたいので、まあ、ちょっとね無理してナノゲンジで突っ込んだっていう感じです。まあまあいいんじゃない。そしてここはね突破されるか怪しかったので、少しでも足が速いトレーサーにピック変更しました。ここで意識していたことは、こっちのチームがねアナとウィドウメーカーが落とされてしまっていたので、とりあえず時間を稼ぐことをめちゃめちゃ意識しました。まあ、相手は盾がない構成なので結構前に出るのが難しいんですよね。まあ、なのでその弱点を利用して詰めてこないと突破できないっていう状況をね作ることにしました。でまあ、ある程度時間も稼げたし、まあ、ウィンストンもいけそうだったので、まあ、一緒にねバックラインに絡みに行ったって感じですね。ここは味方がねインフラサイトを使っていたので、まあ、安全にアルティメットゲージを稼ぎつつ溜まったのでね、まあ、どうやってつけようか迷っていて、まあ、ウィンストンが突っ込んだので、それに合わせて一緒にね僕も突っ込んだって感じですね。強すぎ、そのワンピックマジでかい。まあ味方のウィドウがダブルピックしてくれて、まあそれに合わせてウィンストと一緒に突っ込んで残りの2名も借り切ったっていう感じですかね。まあこの辺で、まあ、あとは残党狩りですかね、うん、ポイントに触らせないように今残党狩りをして、まあ無事勝利という感じですね。あーナイスチーム強い。ということで最後までご視聴してくれた皆さん、本当にありがとうございます。何か質問とかわからないこと、そしてねこの動画の感想などありましたらね、ぜひコメント欄に書いていただけるととてもねモチベーションにつながるのでありがたいです。ということで今回のこの動画よかったらね、ぜひチャンネル登録高評価の方をしていただけるととてもありがたいです。質問などはね、まあ、この動画に関係ない普段のオーバーウォッチの出来事でもいいので、まあ何でもねどんどん質問しちゃってください。ということで改めて最後までご視聴ありがとうございました。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。